はい、皆さんこんにちは。榊敦史でございます。ですね、東洋経済ってあんまり従来見なかったんですけど、最近よく見るようになりました。東洋経済オンラインですね。昔ちょっとだけ付き合ったんですけど、もう何年でしょうね、6、7年かな、付き合いないですね。迫り来る台湾有事に無防備すぎる日本企業、昨日の朝の5時に出た記事ですね。中国の在留邦人10万人は取り残されるのかというタイトルで、まあ、いつも私はここでギャーギャー言うてるようなこと話でございます。書いてあるのはですね、西村豪太さん、豪太東洋経済コラムニストと書いてありますね。ちょっと触りを読みましょうか。7月半ばの3連休、東京市街の防衛省近くのにあるホテルの一室は戦時さながらの緊張感に包まれた。台湾有事への対応シミュレーションが行われていたのだ。民間シンクタンク日本経戦略研究フォーラム JFSS が主催し、2021年から毎年1回行われている取り組みで、3回目の今年は米国や台湾からも有識者が多数参加した。今回のシミュレーションは27年を想定して、中国と台湾の間で発生しうる軍事衝突のシナリオを3つ用意、刻々と変化する事態に参加した国会議員が大臣として判断を下していく設定だ。事務次官クラスの元官僚や召喚級の自衛隊 OB が補佐役を務める。今年のシミュレーションの想定時期が27年とされたのは、反撃能力、敵基地攻撃能力の保有など防衛3文書に、まあもうこれと置いときましょう。シミュレーションで首相役を務めた小野寺一則衆議院議員、かっこ元防衛省、よく名前が出てきますね、が最も頭を悩ませたのは事態認定の難しさだ。自衛隊が防衛出動をするには、政府が武力攻撃事態、日本への武力攻撃に対して個別的自衛権を行使、存立危機事態、密接な関係にある他国、つまり米国への武力攻撃に対して集団自衛権を行使のいずれかに設定する必要があるんじゃないかと思います。まあ、もうこれくらいにしておきます。まあ、自衛隊がね、行く行かない云々っていう判断はものすごい難しいことです。仮に自衛隊とですね、中国人民解放軍が交戦するようなことになるとですね、日本全域が攻撃対象となりますね。やつらは N 持ってますからね、うら東京行ったんでみたいなですね、そういうことになることも想定できなくはないですね。もう相手のことなんでですね、何をどうやってくるかなんて分かりやしませんよ。で、まあ、それよりもですね、なんて言いましょうね、日本人のね、大半がね、この台湾有事というものをですね、この、そんなあるわけないやんと思ってるんですよ。大半がどうでしょう、100人いたら98人ぐらい思ってるんちゃいますか。私は残り2人に入りますけども、いや、ないかも分かりませんよ、ないかも分かりませんけど、あるかないかって言ったら僕は5分ぐらいと思うんですよ。いや、6、4ぐらいであるかな、あるの方が6かなという気がします。いろんな事情があると思うんですけども、中国は少なくともそれを欲しているわけですね。要は台湾をものにしたいと思っているわけですね。で、で、それの準備を着々と進めているんです。で、本気なんです。中国は本気であるということをですね、アメリカは知ってるんですね。多分アメリカの方がですね、豊富なインテリジェンスがあるんだと思います。だからアメリカは知ってるんですね。で、もう最近アメリカの動きを見てるとですね、それがある前提でいろんな準備をしてる感じがします。台湾有事があるという前提でね。で、すでに第一段階であるアメリカはですね、中国への渡航を見直しましょうというふうにアメリカの国務省はそういうあれを勧告を出しています。
つまり観光旅行でも中国なんか行かん方がいいでと言ってるわけですね。で多分あんまり報道はされて、されませんけども、アメリカの資本はどっちかというと中国から逃げ気味だと思います。あの例外がですねテスラなんですね。ああもうイーロンマスクは入れ込んでます。まだ上海に工場を作んでとかって言うてるわけなんです。あの上海、上海じゃあの台湾有事があるという前提であればね、新たに中国に対してアセットを持っていくっていうのはですね、あの非常に危なっかしいことですね。台湾有事って有事であってアメリカが介入した場合ですね、当然お互いに経済的な制裁を科すでしょうから、そうすると中国国内にあるアメリカ資本のアセットってあの中国政府が取ってしまうんではないかなという気がします。そうなるとものすごいカントリーリスクでしょう。でイーロン・マスクは何を考えてるのか知りませんよ。そんなないという前提なのか、あるいはあっても俺だけは大丈夫と思ってるのか、それは分かりませんけども、あるという前提だではですね、そんな上海に新たな工場を作るとかってできないでしょう。であとですね、僕がいつも言うのは人間なんですよ。焦ったら所詮金でしょう。もう人間がですね、あのどういう扱いを受けるのかということですね。あの中国大陸に多分アメリカ人って日本人より行さんいるんちゃうんかなとは思うんですね。つまり日本じゃ10万人いるんですけど、アメリカ人もっといるんちゃうかなと、15、6万人ぐらい、あるいは20万人ぐらいいるんでしょうかね、まあ、よう知りませんけども。でもアメリカは多分真剣に彼らを退避させる手法を考えているでしょうしですね、あのその準備もしていると思います。多分、ね、日本はね何にもしないと思うんですよ。で日本は中国に行ったらあかんでとは今言うてません。ただ今中国はね非常にビザを厳しくしてるんで、ですね、あんまりこう中国に行くというモチベーションにはなっていないようですよね。観光旅行でも何でも。で新たに中国に行こうという企業はですね、ものすごくそこがナーバースになってますね。要は人を送り込んで逮捕されたらどうしようという話ですね。あのいつも言うことですけど、法治国家ではないんでね、あの法治国家のつもりでこう考えてるとえらい目にありますよ。なんなら裁判もクソもないんですよ、ね、共産党がこいつったらもうそれでもおしまいなんですよ。法律なんか後付けでも十分なんでね。でおそらくだからね、今言うたように100人おったら98人まではですね、有事ないと思ってるんですよ。で、その98人までの日本人が経営する日本企業がですね、中国にこれが進出しても大丈夫やと思ってる可能性がありますね。まあでも、新たに行く企業はビビってるでしょうけども、少しビビるでしょうかね。いや、だからですね、知らん、本当にこれね、一番の問題は人ですよ。だからね、10万人もいたらね、あれですよ300人乗りの飛行機で何回往復しなあかんねんって話ですね。あのでじゃあ自衛官が迎えに行くからだって向こう入港を認めませんからね。じゃあ周辺国に脱出するって言って、隣はロシアでしょ北朝鮮でしょ、逃げるとこあらへんよみたいな。で香港は中国ですしね。だからね、そう10万人は最悪ね、ものすごい悲しい目に遭う可能性があります。悲しい目に遭ってもね、命が助かって帰ってこれればいいですけど、帰ってこれない可能性がありますからね。あのなんていうかこう同じ人間やと思わん方がいいんですよ。あの彼らは共産党の人っていうのはですね、非常に非人間的なんですよ、扱いに関しては。だからですね、何をがどう起こってて、あの1945年の悲劇をもう一回やりますかみたいなですね、マジでそんなことになるんですよ、はっきり言って。いやだからもう本当にね、ここをね、日本企業は、ね、もうちょっとね真面目に考えた方がええんちゃうのと私はいつも思いますけどね。はい、この東洋経済の読みかけましたですね、1ページ目を貼っておきますんで、まあ、来年の1月の、ね、選挙にもよりますけどね、でも64であると思いますね。うまくいかなければ中国の習近平にとってこう台湾作戦台湾のこうあれが外交がうまくいかなければですね、
64であると思います。はい、で一応貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。